清水建設は2030年に向けてビジョン2030を掲げ、事業構造、技術、人材のイノベーションを強力に推進していくべく、ここ温故送新の森ノバーレを整備しました。社会やお客様の本質的なニーズを探求し、建設を含めた様々な手段で応えていくことを目指しています。従来の建物では照明や空調などの設備はそれぞれのシステムで個別に運用されるよう設計されています。新しいニーズにフレキシブルに応えるためには、それぞれのシステムを集約・連携させることが必要でした。ノバーレは清水建設が開発した DX コアというスマートビル OS が基幹となり、施設全体を管理しています。インタラクトは大変柔軟性の高いシステムであり、 DX コアと高度な連携ができるため導入に至りました。インタラクトは様々な照明制御プロトコルに対応しているため、多様な照明器具を統合して制御可能です。また照明システム内に設置されたセンサーが取得した情報をリアルタイムや蓄積データとしてスマートビル OS である DX コアを通じ他システムと連携します。今後はノバーレで実現した照明デバイスネットワークをさらに発展させ、建物設備すべてを一つの通信プロトコルでつなぐ統合 IoT ネットワークを目指していきます。そこにカメラやマイク、スピーカーや位置情報など様々なセンサーを統合し、建物設備と高度に連携させることで、人の在不在だけではなく発話量や人の好みに応じた居住環境の提供や位置情報をもとにした館内ロジスティックやインフォメーションサービスなど、建物と人が密接にコミュニケーションを取り助け合う、これまでにない建築の価値を創造していきたいと思っています。今後もシグニファイとともに分野を超えたさまざまな企業とも連携を進め、新たな建築の可能性を広げていきたいと考えています。